どうも名人です。今回は妖怪百鬼譚、久しぶりですねこれ。やっていきたいと思います。で、何行こうかな。スペシャル。この今出てるやつ、鞍馬山の大天狗の中級はまあこの動画でもクリアしたんか。でも三途まあ行ってみたんですけど、ボッコボコにされまして、このこれはまあ曜日とかですかね。これはまあクリアできたんですけど、こいつがちょっとね無理なんですよね。で、多分行ってもこれ面白くないと思うんで、ストーリーの最後愛知の名古屋城、これ結構強かったんですけど、まあ今は余裕なんですけど、これに行こうかなと思います。で、パーティーがね、これですね、土リーダーがこいつで、ダイダラボッチ、当たったやつですねこれ。土属性の HP と攻撃力が 1.5 倍、結構いいんですよこれ。こいつプラスフレンドで土のやつ連れていけば倍になるんで、名古屋城ですね。で、こっちでいいか。これ連れていったら結構 HP も高くなって、2つともがHP 攻撃 50% アップずつなんで、これ結構強くなるんで、やっぱリーダースキルこれ大事ですね。パズドラとかもそうですけど、これによってやっぱ進み方とか全然違いますね。まあお任せでやってるんで基本あれなんですけど、この辺まあ攻撃に勝手に攻撃してくれるんで、こいつのスキル自身の攻撃プラス 15% 一定時間早振りで、この辺はもう多分余裕なんで、こいつは 300% の固定ダメージですね。 300% か、300の固定ダメージで、だから妖術で6回したら 2.1 倍か、マックスが。だから最後のとこにやったら倍やから600とか食らわせれるんで、結構おすすめですねこれ。妖術も溜まったらもうどんどん使っていって、こいつはガシャドクロ、味方妖怪の一体を憑依できる状態、まあ、こいつあんまり意味ないんで使っても置いとくんですけど、この辺ですね、全体の攻撃力上がるやつを使っていったら結構余裕ですねこれも。こいつ次使ったら 1.5 倍なんでダメージ上がりますねこれ。まあラウンド6、まあ、最後が若干強いんかなこれ。最初の方はちょっと勝てへんかったんやけど、今結構レベルも上がってこれ案外余裕な感じでクリアできてる感じかな。これ最後に貯めておいた方がたまになんかやられたりするんで、ボスでこっちの左の方がなんか結構強くて、右の方はこの左の方を回復させたりそういうやつやから、この左の方を中心に攻撃していったら結構簡単にクリアできる。これはどんどん使っていって、こいつが結構強くて全体に 280% のダメージで、これやって 1.8 倍やから結構食らって、もうこれ余裕かな。あとは左を中心に攻撃していけば、まだサブにも2人残ってて結構余裕。これは今のだから鞍馬山の大天狗が終わったらあと2日で終わるんかな。だから次もう1回初級中級クリアして三途いけたらなと思うけど、脅威でもこいつでいいか。余裕鞍馬山の大天狗はどうしても勝てへんな。あれは勝った人おるんかな、案外強いんよな。聞いていっとうからまあレベルとかも低いからもっとレベル上げたら勝てるんかもしれへんねんけど、これは余裕のクリアですね。
よし、レベル30でマックスが35やからもうすぐだ。でこれあの経験値も結構もらえるから、あ、ランク上げとかには結構持ってこいなクエストと思います。よっしゃ、こいつこいつ、あと2日なんで、そうやな、2日後まあ何が出るか分からへんねんけど、もっと簡単じゃないか、散々全部ほらクリアできそうなやつ、まあ、キーのパーティーしとくとこういう感じか。これで基本やけど、もう全然無理、土でいったら余計に無理なんかな、これ相性的にも。だから今のところはまあパーティーこの2つだけかな。もっと強いの欲しいんやけど、今大小関西やからガチャとかも引いたりするかもしれんけど、あ、なかなか当たらへんかな。前の奇跡のこいつ、ダイダルボッチ SSR レベルあと5でマックス。でまあコストとか、コストも上がりにくいんやこれ。30何本でようやく3000がいける感じやったかな、確か。だからレベル上げるんやったら、もうランク上げるんやったら、この愛知を行きまくって上げて、まあ最低でも35は欲しいかな。やっぱ3000に行けるようになったらでかいと思うし、まあイベントとかやったらそこで落ちる妖怪もう多分使えると思うかな、使えると思うし、今のやつ天狗、クライマーの天狗か、あいつもなんか確か結構使えたような気がするから、頑張ってクリアしたいけどな。スペシャル今は無理やから、まあやめておきます。大小関西やったり、これ前やってみたんやけど、マックス999にしたらレア、マックスレアなんかな、再配置で。これやと多分ノーマルしか出へんだと思うよ。多分これで属性とかも決まってくるんかな、出てくるモンスターの。多分やけど、うんやってもこれレアしか出へんから、あんまり意味ないっちゃ意味ないんかな。やっぱ最低でも S レアが欲しいな。スチかキーの S レアが欲しい今は。今風神雷神とか結構当たりやすいけど、なんか微妙なの。前が木とか、木ちゃうわ、火と水かやっとったが、まあ、次のガチャも結構期待して待っときたいな。今回はこれぐらいかな。次は2日もうちょいしたらとりあえず新しいやつが出るから、それにも挑戦してみたいなと思います。こいつはまあ無理なんで、絶対。もしクリアしとる人おったら、ちょっと、コメントでも何でも。でも、おるんかな？結構強かったもんな、これ。普通のボス行くまでで倒されちゃったんで。まあ今回は、愛知。ノーマルのやつ。ここ行くとまあランクもすぐ上がっていいんで、おすすめです、これ。弱い、これ倒せへんっていうんやったら、なんか多分この辺のボスとかでも結構もらえると思うの。これ長岡魔獣解放、もとりあえずまあランク上げて、今はまだ始まったばっかやから、しかもランク上げてスタミナをとりあえず上げたら、そのまま曜日であの妖怪とか落ちるやつも、素材もそうやし、あ、素材をまあどんどん取っていったら強化とかもできて、これ強くなるコストとか上げたりできるから、これはもう結構おすすめやな。とりあえず今回は愛知の名古屋、まあ、ノーマルやけど無事クリアできました。でまあ次は新しいクエストはまあなんとかいきたいなと思います。今回はこれで終わります。ありがとうございました。